ちは。いきなりすみません。ここに住んでた人に会いたいのですが。50年前ぐらいです。知ってるわけないじゃん。まあ確かにこのアパートだけど。誰なの？幸子さん。幸子？会ったことはないんですが、死んだ父の部屋から写真と手紙が出てきたんです。父の元カノみたいで。手紙読みます。新平くん、写真ありがとう。早く会いたいです。しんちゃん、昨日はありがとう。とても楽しかったです。ご飯もごちそうさまでした。また新平くん、歌詞どうですか？今日は大学の廊下でいつの間にか歌ってました。早く最後まで作りたいです。しんちゃん、今日は変な夢を見ました。走っても走っても全然進まないような気がするのですが、ぼんやりして感覚だけで思い出せない。しんぺいくん、全然うまく歌えなくてごめんなさい。もっと練習します。健太くんの意見面白いと思う。しんちゃんは慎重すぎるところがあると思います。しんぺいくん、おはよう。こないだのことだけど、お父さんもしんぺいくんのことを心配していると思う。私もお金なんとかする。しんぺいくん、オープンリールデッキ今日公園に持っていきます。どうしても会ってお話ししたいことがあります。では、あの計画通り。5月10日、待ち合わせは午後2時半、橋の上で。幸子、見つかるわけないじゃん。無計画すぎるわ。手紙を読んだら、知らない時代のことが面白くて、死んだ父についての小説を書こうと思ったんです。小説？はい、今やんないと父のこと忘れていっちゃうと思って。忘れる？もうすぐ母が再婚するんです。そうか。はい。一人で帰る？駅まで送る？一人で。Thank you.